レミパンクッドグラウンドでさ、レミパンクッドグラウンドでさ、レミパンクッドグラウンドでさ、マスター、枝豆行ってみたりさ、似てるさ、ああ、シャンソン歌うから、そんなこと言ってるさ、まあ、そうだ、そうだ、かわいしゅうに、メガネで、そうだ、そうだ、そうだ、悪いのさ、違うの、実はね、だってメガネ、2.0 と 2.0 と 3.5 と 3.5 なの、見えすぎーって、何て言ってたの、まあ、それはしかない、私、ここ入って、ここ入こうよ、あ、そう、あの、私、あの、のり巻きは、すごく買った、あと野菜と、野菜と海苔巻きってことね。それ何？それ何？何何のその野菜の海苔巻きじゃない？何の食べ物それ？まあその話してたらお腹空いちゃった。お米もお米そうだね。お腹空いたよね。あお米はあのいつも何個炊いてらっしゃるの？お米はね、そうね、うちの家族のさ、誰だからさ、あとそのお二人ごろによると、あのご家族はいろんな芸能人の方が、そうそうそう、そうもううちの息子さん、トライセラトップスだからね、そしてうちのあの奥さんがさ、その息子の奥さんがさ、ボールケーキだったり女優さんだったりさ、あんまりいろいろあってね、そうそうそう、本当に私は昔はね、シャンソン歌手だったの、シャンソン歌手だったわけ、そう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 、だから懐かしいな、だなだってさ、いろいろ思うときね、やっぱりさ、ミッションさんがさ、やっぱり枝豆のね、おいしい。そうそう、だけどさ、2人だけでやるってさ、いつまで私ばっかり喋ってるんだよ、まあ、あんたは本当に、あ、黙っとこうかな、喋ってる、まあ、それも難しいないかしら、黙っとこうかな、あんたが黙ったら本当にこの世界が終わっちゃうって感じ、あんたの老後はどう考えてるし、老後ね、食べたいな、おいくつじゃないの、あんた38歳です、まあでもあんたは本当にもう200歳、300歳までできそうね、いや、生きちゃう、あ、そう、まあ、私も、まだ88歳で元気、88歳だったの、ちょっと待って、何食べてる？あの、アイスクリーム。アイスクリームで野菜とドリンク食べてるね。そう、大好き。すごい。それが一番大好き。本当すごい。で、あと、あのちょっと私この後は、あのオートクチュールのビール趣旨の方と、あの、お洋服を作るのはお茶屋さんの。オートクチュールって言ったらさ、お料理の人ね、食べたいものをさ、食べたい人をさ、オートクチュール。そう、ちょっとお忙しいのね。ここ流しだね。また、あの、ごめんなさい。ちょっと斜めにしてごめんなさい。だから、どうするの？オートクチュール行ってくるの？おしゃれだもんね。これさ、食べ物がいっぱいプリントしたの。ありがとうございます。トマトをさ、一番初め炒めたのがレミパンなんだよ。うんうんうん。まあ、フライパンでね、いろいろあって。うん。そしたら、皆さんまた気をつけて。さあ、足元気をつけてね。うん、いっぱいピーマンとか転がってさ、ポイントでね。いつまで続けんだよ！あんまり徹子さん突っ込めないんだからボケボケになっちゃう事故意外だ、そうだ、俺らあの草間弥生さんにやった時なんて大事故だよ、やったんだ、ごしゃれ、毎日あんみかん、人生はブーメラン、いいことをしよう、最後まで見てくれてほんまにありがとう、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいね、グッドボタンは絶対に忘れたらあかんで。